んだお前。父ちゃんに送り迎えしてもらってんじゃねえよ。ビビって一人じゃ来れねえのかよ。スズランボンボンが来るとかじゃねえぞ。どっちとかやれ。うるせえな。ところや。おい、焼き入れちゃうから来いよ。あ？ボンボン。おい、お前さ、車で人跳ねといてすみませんの一言もねえのかよ。触んなよ。なんだよ。叩き潰した気分だわ。さすがだな、ゴーラ。これでスズランは俺らのもんだ。ゴーラさん、さすがだよ。おっと、顎があるやついねえのかよ。こんなんじゃラジオ体操もなんねえぞ。ちょっと待てよお前。なんだよその態度。調子に乗んなよこれ。スズランの川さ、体に染み込ましてやるよ。ねえぞ。あいつが鏑木風雄なんじゃねえの。ああ、はあ、見ねえ顔だな。今日からスズランだ。少しは楽しませてくれそうなやつが来たじゃねえか。ワイルドサイドの友達に伝えておきたいことがある。今は遠く遠く